はい。 今回は福島原発の吉田所長についてちょっと思うところをお伝えしていきたいと思います。よかったら最後まで聞いていただければと思います。日本の原子力っていう究極のブラックボックスになっているところですが皆様も思っていらっしゃると思いますがこの福島原発の吉田所長、吉田元所長という方ですけど僕普通に思いますけどこの方が いらっしゃったから多分今えー、とまあ日本がえまあ日本日本国が、えー、何とかかんとか、えー、やれてるんじゃないかって思うんですよね、えー、この方がもしまあ、えー、行動されてなかったら本当にあのだいぶ危ないくなってたような感じだと思うんですよこの吉田所長って はっきりとっていうのはわからないんですが、えー、なな何かの、ねえー、亡くなる前に、あのーまあ、その同じ,人に同じ職,場かな職場の人に、またこの、えーまあ、原子力のことで何かがあったら、えー、もう東日本には住めなくなるっていうようなことをおっしゃってたんですよ。 でほとんど明かされないんですけど、この原発の問題っていうのは隠しているのか、いろんなことがある、本当に究極のこのブラックボックスに入ってるんで、この吉田所長がおっしゃったことと、あとはちょっとね正しいかどうかっていうのは分からないんですけど、一応調べてね考えてはいるんですが、この吉田所長について思うこととか、あとあなくなってますけど、これっていうのもおかしいと思うんでね。そこら辺をちょっと話 ていきたいと思いますので、えー、まあ、今回も、えー、よろしくお願いいたしますあの皆さんも思ってるかもしれないんですがあんまりこの話自体がね、えー、あんま良くないのかもしれないんですが、えー、ほとんどね日本では明かされることない、えー、闇なんですよねこの原発っていう問題に関して、うん、で、えー、まぁ、あ まあ解釈の問題であり、えー、まあなんていうのかな、うまく言えないんですけど、まあ日本日本にはさまざまな闇であったり、さまざまな問題があるんですが、そのまあ本当にね、 あの上の方に位置しているのがこの原発ですね、あの究極のこれあのブラックボックスに入っているんで、でまあ、僕の考えなんですけど、間違ってたら、まあ、申し訳ないんですが、多分他の人もこのようなことを一部の人は思ってらっしゃるかと思うんですが、証拠が絶対出ないんですけど、日本でこの原発の問題を深く追及する人っていうのは、ほとんどその後の末路が、まあ、おかしなことになりますね、消されるとか消えるとかね。うん もちろん当たり前ですが消されるといってもあからさまには消されないんでね例えば分かりませんが、えー、事故を想って消されたりとか全く別の、まあ、事情があったような形で消されたりでそういう、えー、ものにも触れること自体が、えーまあえー、よからんぞっていうようなそういうような、えー、まあ感じなんですよ。 この原発の問題ってまあ皆さんもそう思っていらっしゃるかもしれないんですけれども、あとはまあ例えば全くえおおからない隠してあるんでねいろんなことを隠してあるんでうんわからないし例えばそれを深く追求する人っていうのはね言葉が悪いですがまあ事故を見せかけて消されてるんじゃないかなって僕は思ったりもします。多分他の人もそんなようなことをリスナー様も思ってるかもしれないんですがえすべてのえことのまあ発端というかまあことの問題というか大きく根本 に関係しているものだと思うんですが、世界の原子力の全部の利権をですね国際金融資本が持っています、これっていうのは分かっていることです。 ロックフェラー、ロスチャイルドという国際金融資本が持っているつまり、この日本国内で例えばこの原発にいちいち反対する人とかアンチをかます人、いろんなことを追求する人というのはこの国際金融資本に脳、まあ、を突きつけるということなんですね、当然ですので、そういったことをした場合はその参加の人間たちが動き回る可能性が高いと、もちろん証拠というのはないのでわからないんですが、いくつもいくつも、まあ、おかしいことがあるなと、まあ、僕は思っています、まあ。僕の考えなんでね 間違っているじゃなかかとかね例えば、証拠がないじゃないかって証拠なんていうのはあるわけがないんでね完全なことになりますからで、えーまあ、ちょっとまた真面目に考えていくんですがこの福島原発のですね何、えー、て言うんでしょうね 明かされることがない、これ、謎なんですが、非常にこれっていうのが謎なんですね、こういったところがこう本当にこのブラックボックスに入ってるんで、もう本当にもう僕らには分からないですね、日本国民といっても僕らにはわからないし、わかることもないし、わからないですが、分かってもいけないようなことな,な,なのかもしれないっていう、まあ、本当はおかしい話ですけど、っていう内容をちょっと考えていきます。福島原発で,ですね、えー、こう まあ、明かされない、まあ、謎というか、えーまあ、本当に、ま、全くもっていうのも、あのまあだうね、もうどうなっているかわからないなって思うんですが、この原発の事故の,後のあの議事録が全く残ってないっていうことなんでしょうね、なんでこれ、この議事録が全く残ってないんでしょうね、わ,わからないなと何かを隠しているのかなとかっていうのも思うんですよ、残ってないっていうことが、まあ、考えづらいなとかって思うんで、もちろんわかりませんよ、どういった理由でかは。 アメリカが、ね、例えば指示をしてそういったのをもみ消したのか分からない,からないですし東電が、ね、何かをもみ消したのかそう,そういったことはいろんなことが言われているんですがあくまで、えー、噂レベルであって憶測レベルであって、えー、分かりません、これはわからないんでわからないことをね嘘をつくのもよくないんでわかるんですしかしたった一つ分かっていることがあるんですね明らかに何かを隠しているんですよ。うん 明らかに何かを隠しているということだけが分かっている。何を隠しているかということが分からないんですが、えー、まあ明らかにこれ何かを隠しているんだろうなということが分かっている。 でこの日本の、ねまあ、原子力、原発というのは構造が非常にこう複雑になっているんですよね。あの日本だけの、えー、これ問題ではないんですよ。うん、日本の、まあ、原子力とかというと日本の問題かと思うんですが、これっていうのは世界の問題なんですよね。うん、国際金融資本であったり、えー、国際金融資本傘下、えー、のです、ね、アメリカ CIA が、えー、この原発問題に非常に深く関わっておりますから、例えばそういったことを言うと何だろうとかと思われるかもしれないんですが、 日本とアメリカの歴史的な経緯を考えるんですね、ねこれっていうのは原発の問題を考えておきながらでさまざまなことを考えるんで、これっていうのはそう単純なことではないし、結構まあ難しい内容だとまあ僕は思ってるんですよ、まあ、触れられない内容だしね、なかなか。まあ、でもまあ一応、分かる限りでっていうことなんで、えー、まあ日本とアメリカの関係を考えると。まあに アメリカにね日本は戦争で負けてるんで、まあ、敗戦国なわけですよ、敗戦国、日本ね。でアメリカの属国って言われてますけど、えまあ、戦争に負けてから、まあ、日本っていうのはアメリカに分からないような,な形でえ間接支配をされているってことは言われているんですよそういうことを口にしないだけでねで、そういうことを例えば知らないからね平和だとかって思ってるのかもしれないんですが、果たしてそういうことはどうなのかって、いうで嘘なんじゃないかと思う人もいますし、僕もそう思うんでね。 うそ嘘っていう言い方もよくないですが、まあ、いくつものま矛盾があるんですよ、日本国っていうのは本当にま矛盾というか、謎っていうか、わからないことがあるんですよね、でこのですね福島原発のことに関しては、えー、まあ、分かっている限りのものがあるんですが、日本っていうのはこのアメリカからですね多くのウランを購入しているということが分かっていて、これ以上がわからないんですが、何かここが関係しているかもしれない。 日本とアメリカというのは関係があるし、このウランを購入しているということもある。で、そこから先は分からないんですが、アメリカ、あるいはアメリカ CIA が日本に対してあの圧倒的なこう主導権を持っている可能性があるんですね。まあ、その、まあ、日本の構造でね、日本国、日本国民、まあ、例えば日本のまあいろんなところ、警察とか裁判所の上にね、まあ、アメリカ CIA がいるんで、まあ、そんなことはいちいち語られないんですが、おそらくそういった構造だと思うんで、 アメリカあるいはアメリカ c i が主導権を持っているんです、ね、たぶんですけど、僕が、えー、思うところは、まあ、何を知っていたのかというのがわからないんですが、えー、この、えー、福島原発の吉田所長はここら辺を何か知ったんじゃないかということを、まあ、僕は思いますね、だからそういったことばは悪いけど知ってはいけないことですね、んだその隠している、えー、ものですね、本当にそういったものが世の中に出てはいけないもの、な、ま、ん、あ、だかわか,、ねね、か,か,か,からないんで、ねそれ以上はでたらめとか嘘とかもわからないんで。 何とも言えないんですが、えー、このように出回ってはいけないような、まあ、内容であったり、えー、情報であったり、そういったものを、えー、吉田所長は知っていたのではないかということを、えー、僕は思いますで、当然ですが、そういったことであった場合は、えー、吉田所長が、ね、何かのタイミングでその話をするかもしれないので、うん、そういったことがな、えー、くなったことに関係しているんじゃないかと、そういうことがまず思うんです、これというのも吉田所長がなくなったということもこれあの、理由が多分一つではないので、ねそう、すごくあの単純な、えー、ことではないんです。よ。おそらく いくつもの,もの,ものがえ複合してでで、まあえー、言葉悪いですが、えーまあ、自ら、えー、とかではなく、えー、丸されたという話、病気に見せかけて丸されたと僕は思うんでねそう、えー、思う方が、えー、いらっしゃるのかいらっしゃらないのかちょっと分からないんですけれども。 でここから、ですねこれが、えーまあ、本当に、まあえーまあ、日本の、ねえーまあ、英雄といいますか、日本をこうあの助けていただいたっていう、そういう行動をしたんじゃないかっていうね、ねこの東電の吉田社長が福島原発で、まあ、何をしていたのかっていう話ですけど。 あのこの吉田所長が、まあ、福島第一原発に、ね、海水をずっとあの、まあ、入,れ入れてたんですよねで、この海水をずっと入れてたことが、まあ、要因になりまして、被害を、まあ、抑えることが、まあ、できたということです、だこの吉田所長という方はえ非常にです、ね、あのいいことをされていたんですよ、まああのまあ、散々、えー、ないろんなことを後に言われているんですが。 東電だったり日本政府からさまざまなことを言われていましたが吉田所長はその、まあ、自分の正義というか自分の考えをずっと貫いていたとでそれが、まあ、あの大きな効果になって、まあ、あの日本国を助けていただいたという、まあ、そういう話なんですよねただし、またこの話というのは表と裏がありまして吉田所長がこのようないいことをしたと、えー、いうことなんですが えーまあ、僕ももちろんそう思います、この人っていうのはなすごい人だなとかって思うんでね、ね本当にもうあの日本があのぶっ壊れていたんじゃないかとあの思うようなことを助けてくれた方だと思うんですが、え当然ですが、えー、そうあの指示ていうか、いいと思う人がいれば、当然、いいと思わない人っていうのがいるんですよね、おそらくそういう人たちが裏で動きましたね、うん、僕はそう思っています。この <coughs> このの 福島原発の吉田所長という方は亡くなっているんですが、この亡くなり方も異常ですね、ほ他の事件でもわかるんですけど、こういうことをされたんじゃないかという証拠というのはないですよ、証拠などあるわけがない、なんですが、多分ん、こうだろうなということを思うというね、僕の考えなんで、間違っているということを言われたらそれまでなんですが。 この、あのあ、ー、福島原発の吉田所長というのは亡、えー、くなったんですが、が、え、ん、ー、で亡くなったっていうことになってますが、えー、かなりの疑問を残します、がんで亡くなったっていうこと、で、えー、これは別にねあの変な陰謀を語るわけじゃないですけど、今回は、えー、2つ、えー、考えてみました、2つの、えー、観点から、えー、亡くなったのは、がんという病気に見せかけて、実はもしかしたら丸されたんじゃないかっていうようなことね、ま、真面目に。うん、で1つ目なんですが、えー、この 癌でなくなったということに見せかけて、えー、実は癌になるまあ電磁波兵器の攻撃ねこれを食ら,らっていたという可能性があります。これっていうのは別に全く真面目な話でね、えー、持ってますから、こういう電磁波というものを、ねうん、今、あの、まあのま僕らが使っているスマスマートフォンですとかそういったものに使われるのもっと強化版でまあ、そういうことがあったら人間のまああの。 体がおかしくなるわけですよんになることも別にできるしねということが1つ、あとはもう1個これってのが考えられる可能性がありまして、実はがんで病院に入院してたんですよ、って治療ですよっていうことを見せかけて何かしら他の薬ね、ねがんの例えば治療っていう名目なんですがそれを見せかけて、例えば分かりませんが抗がん剤の強いものとかねあと例えば CIA が関していればその謎の薬とかっていうのがありますから。どこ でどういう形やられたかっていうのは分からないんですが、このような2点が考えられると思います。これは何を話しているのかっていうと、吉田所長は単純にあの癌で亡くなったんじゃないか、あの単純に癌で亡くなったわけじゃないんじゃないかっていうそういうあの疑惑ね、もちろん証拠っていうのはないですよ。ただまあそう思うっていうこと、そう感じるということをまあ僕は思ってます。 先ほど言いましたけど、この原発の問題っていうのは日本国内だけの問題に限りませんので、背後にアメリカがいます、アメリカ CIA、その背後に国際金融支援がいます。 えー、そういった人たちが、えー、まあ分かりませんが、東電っていうのもよく東電、東電って言いますが、東電っていうのも CIA の傘下ですからね、ね東電がどうこうしたっていうのも考えづらい、後ろにやはり CIA の存在があるんで、こう,こういったものを、えー、話す上でねえーまあ知らない人がいるのかもしれないですけど、アメリカ CIA っていうこのマフィアなんですが、えー、こういったものがさまざまなところで暴力を起こすんで、えー、それをなくして語ることってのは僕は難しいと思うんですよ。ね例例えええばばば今回のの話ででで言ま、えー、まああっていう名目で、ね、別の例えば、えーまあ、病院で薬を打ち打ち 生まれたっていうことも考えられるとは思うんですよ。もう全てがね、その例えば敵対する側に回られていたら、えー、厳しいとは思うんですけど、まああの被爆からって思うかもしれないけど、僕はそうはあの思いませんのでね。うん。こ,このような方が、えー、そのようなタイミングで被被爆からとはっていうの僕は思わないんで、えー、まあ、まあ、思うまあ、予想ですね、憶測。正しいかどうかっていうのはわからない。証拠もないし当たり前ですけどね。でこの、えー、まあ一つ考えられるまあ、電磁波っていうのは CIA が持ってるんで、そのアメリカ CIA って。 マフィアが持ってますから、えー、人間の離れたところから遠隔からですねこの電磁波攻撃って言って電磁波を浴びせることによって人間ががんになってしまうっていうことなんですよ、実際そういったことがあるってこと言われてるんで,で、えーまあ、そういった腫瘍でが、えーまあ、癌を、えーまあ、意図的に起こされてまる、えー、されたのかなっていう話ね。本当にあの恐怖の電磁波 まあ、あの、電磁波っていうとどう思うか分からないですけど、まあ、電磁波兵器と言えばいいんでしょうかね。うん、その持っている CIA の電磁波兵器で、えーまあ、やられた、がんにされたっていう可能性が一点。あとはですね、えー、吉田所長っていうのは、あの病院に入院されていたんで、えー、例えばこの病院に入院されているところでね、薬と称して分からないですが、めちゃめちゃ強い、えーまあ、僕らが分からない、えー、抗がん剤とかね、もう打ったらもうダメなんじゃないかといったものを、えー、分からないに打ち込まれてね、それで丸されたっていう可能性があります。 え当然ですが CIA もそうですが、こういった裏の側の人間たちっていうのはえものすごい権力を持ってるんでどこどこの病院に入院してるっていうのはすぐわかるでしょうからっ言って、ね先ほどの話じゃないけどあのこれはもう言葉が悪いです、消した方がいいなとかってあの思ったらね多分消しに行くでしょうから。 僕とか、まあ、リスナー様も思ってらっしゃると思いますけど、吉田所長っていうのは、あのいい人だと、えー、この人がいたから今の日本が何とかあったんだと思うんですが、それとは別にねその裏の人たち、まあ、CIA とか国際金融資本っていうのは、当然、まあ、別のことを例えば思ってると思うんで、それは何を思ってるか分からないですよ、僕は裏の人たちじゃないんでね、そういったようなことから、今、まあ、消しに来た可能性、そ,、まあその傘下の人間ね、ね本人たちがいるってことはないと思うんで、うん、で、まあ、あのなんでそ、例えばその、消した、丸したていう疑,疑惑になる と,と吉田所長が原発に関する言ってはいけない秘密とかそういったものを持っていてそれを例えば暴露するっていうことは危ないからそういったようなことですね。 から、えーま、消された可能性があるあと、この吉田署長というのは、まあ、リスナー様もご存知だと思いますが、東電とか日本政府の、えーまあ、言うことを全く聞かなかったんですよね、自分の考えがいいてで、それがあの日本国民を助けてくれたんですけれども、例えばその東電とか、まあ、日本政府、言うことを聞かないということで、こいつは何なんだということで、後ろから、えーまあ、ヒットマンが飛んできた可能性があるっていう。うん でこのそういった意味でこの日本の原発という闇の問題に立ち向かっていくとまあ、消されるっていうまはあ、そういう話ですよね、うん、だと僕は思ってますでまああのこの後もまたひどいなっていうことをまあ思うんですが、えー、このですねまぁ、あ、この吉田所長のまあとあの取った、えーまあ 行動ですね、行動というか、日本国を、まあ、助けた、えー、行動になりますが、えー、全くそういったことを防いで、ねえー、封印しようとして、例えば日本のこのマスメディア、マスコミがですね、吉田署長に対して、まあ、否定的、マイナスの、えー、報道をしているということですね、これというのも考えられることが一つありますが、日本のマスコミというのはアメリカ CIA の傘下ですから、えー、CIA、あるいは国際金融資本その原子力に関して何,何らかしらアンチを突きつけたこの吉田署長に対して CIA を経由して、えー、マスコミに 圧力がかかっておそらく印象操作をしたんじゃないかと思いますね。日本のマスコミっていうのはそういうのしますから、例えばネガティブなプロパガンダを出してこの吉田勝庁を否定する、そういったようなことをしていたっていう全くもってもう僕にしるとっては意味が分かりませんけどね。だからこういうあの原子力が爆発したとか原子力の問題の裏側で,ですね、また全然違うことがま起きていたんじゃないかっていうことをちょっと思うことですね、真相っていうのはもう闇の中です。全くわ、えー、からないっちわからないですが。 まあこのように考えられるんじゃないかというのを、ねまあ、調べて真剣に思いましたから、えまあ、ちょっと今回はお伝えさせていただきましたということで、えーね、この福島原発の吉田所長のご冥福をお祈りいたします。